そうです。今回も富山県のしなとますさんのループ素材を BGM にしてます。今回は無駄だと思ってもついやってしまうこと、前と重複してるかもですけどすいませんね。1番詐欺プリがね、取れるねアプリをインストールしたんですね。おばあさんでもね、はい、やっぱり若く打つのは嬉しいですよ。じいさんに見せるわけじゃないですけどね。2番、スーパーのね、ほら割引券10枚集めたらくじ引き引けるってあるじゃないですか。どう見てもね、あんま景品がアメリカティッシュしか見えないんですけどね、すごく並んでんだけどやっぱり並んじゃいました。無駄ですねこれ多分ね。3番、買わないで済むわけないのに、メイクのお試ししませんかって言われてつい座っちゃうんですよね。メイクなんかしたって無駄ですよこの顔は。4番、ほとんどの人が入隊して3日で逃亡したね、健康器具ね。今どうしてんでしょうかね、話も聞かないです。そういえば5番、使わないだろうと思いつつもね、乗馬マシンね、一時流行りましたよね。あれね、うちにまだあるんです。もうすごい場所取ってます。象の里さんにこの年になっても乗りたいと思いません。6番、就活用ノートを買ったんですけどね、そんで何年も放置してるんですけどね、ほんでいつか書こうと思うんだけどこのまま終わりそうですね。はい、まだまだ続く。脳活ドリルね、もうなんかポケ防止にいいらしいですけどね、なぜかこれリサイクルコーナーにあたらあるんですよね。ということはやっても無駄なんでしょうかね。どっちかというと塗り絵でもした方が楽しいかもしれないですね。8番、使用前使用後でね、なんか急に元気になるおばあさんのね CM あるんですよ。なんか膝が悪くて痛くて歩けないんだけど急に階段登れるようになっちゃいましたみたいなね、これを飲んだら。あの CM はもしかして前と後ろ反対にやってませんかね。えなんかよく聞くじゃないですか、使用前と使用後実は反対ってね。痩せましたじゃなくて痩せた人が太っただけとかね、私的にくれてますね、すいません。9番、もっとひねくれてますけどね、お尻で踏んでも壊れないってメガネですけどね、別にお尻で踏むようなことはまずないと思いますよ。別に強くなくていいからよく見えるメガネが欲しいです。はい、老眼鏡